演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、昆布茶ヘルシーボというのドリンクを飲んでみたいと思います。まあ昆布茶って本当はいつも飲んでるのはあの昆布茶ではないんですよね。いわゆるダイエットドリンク、紅茶キノコです。結構重量感ありますね、これ。結構重い重い。そして中ではこういう紙も同封されていました。商品紹介ですね。そしていろいろ書いてありますし、そしてそれでは、このカップに入れるようですね。で、色々水割りとかいろいろ書かれていますが、落とすんじゃないですか。今日はこのまま飲んでみたいと思います。あ、このまま飲むことを想定しているとは思いません。中身はこんな感じですね。フルーツジュースのような、そうでもないような。では飲んでみます。このままでも十分飲めますね。水割りで飲むのがおすすめと書かれていましたが、原液で飲んでもカルピスみたいにえぐいっていうようなことはなく、飲めなくはないですね。というわけで原液で飲んでもよし、水で飲んでもよし、あるいはお好みの飲み物で言ってもよし、そんな感じの商品だと思います。味は割とフルーツティーで酸味がちょっとあって美味しくいただくことができます。美味しいと思います。